旧伊豆神社は埼玉県越谷市越谷にある神社である。越谷の総鎮守とされている。旧社格は豪社。宮内庁越谷鴨場と共に市の環境保全地域に指定されている。当社のほか、越谷市内に7社の旧伊豆神社が鎮座している。創建は鎌倉時代とされている。神門は立青いである。これは近くに徳川将軍家が 高狩りなどを行う腰谷御殿があったことから、青い門の使用が特別に許可されたものとされている。境内には、国学者、平田厚影の家具跡とされる松江案がある。境内の富士は、県指定の天然記念物となっている。旧伊豆神社は、埼玉県の元荒川流域を中心に分布する神社である。祭神は、大名討ちの命である。旧伊豆神社の分布範囲は、 平安時代末期の武士団である、武蔵七党の野与党、貴彩地党の勢力範囲と、ほぼ一致している。加須市の玉式神社は、かつて、旧伊豆明神と称しており、旧伊豆神社の総本社とされている。旧官兵大社南洋神社鎮座土地用拝殿また、本殿の裏手には、第二次世界大戦中、パラオ共和国コロール島に建立され、日本人入植者などの信仰を集めた、 南洋神社を忍ぶ旧官兵大社南洋神社鎮座土地用拝殿が混流されている。旧伊豆神社の本州である伊勢神宮の南洋における文社であったことと土屋義彦埼玉県知事が遺骨収集団団長としてパラオを訪問していて交流が深かったことから混流が決まった。2004年4月11日の春光奉祝祭には パラオのトミーレ・レメンゲサウ大統領も出席した。また、旧伊豆神社仙台宮司の小林修は、サイパン島の八幡神社を彩り保八幡神社として、再建した。1980年9月には、現地で、再建鎮座奉祝祭が行われた。旧伊豆が、クイズとも読めることから、クイズ神社とも呼ばれ、埼玉市岩月区の旧伊豆神社が、史上最大。 第11回アメリカオーダーウルトラクイズの国内第2次予選会場として選ばれた。その影響で、旧伊豆神社の知名度が高まり、近年クイズ番組での優勝祈願に訪れるものも増えている。また、腰谷でもクイズ番組の腰谷特別予選などが行われることがあるなどにより、腰谷旧伊豆神社にもクイズ番組関係者が参拝するようになった。ありがとうございます。